皆さんこんにちは。伊賀市議会教育民生常任委員会委員長の増田武でございます。私たち教育民生常任委員会は7月17日18日に東京都世田谷区と中野区で行政視察を行いましたので、その報告をさせていただきます。まず世田谷区の学びの多様化学校不登校特例校は、区立世田谷中学校の分教室として令和4年4月に開設されました。不登校児童生徒の状況や取り巻く環境は様々ですが、新たな環境での学びを望み、学習に対して意欲のある児童生徒への新たな支援策として設置されたものです。登校時間や学習内容の柔軟さに加え、少人数の良さを生かした学習活動でコミュニケーション力の育成にもつながっています。次に中野区では保育・幼稚園も含めた小中連携教育が実施されています。平成25年度に開始した取り組みで、小学校の児童に中学校進学への安心感や憧れを持たせたり、小中学校の教員が相互に指導に関わることにより授業力を向上させるとともに、学びの連続性がある教育課程を展開することによって、児童生徒の学力向上、体力向上、心の教育の充実を図るなどの狙いがあります。また中野の100冊という読む力を確実に身につけるための読書指導が行われています。選書された100冊の図書が各学校図書館に配置され、小学校低中学年で100冊、高学年から中学校で100冊を読む計画で、こちらも小中連携教育の中で実施されています。今回の調査を参考に今後の議会活動につなげていきたいと思います。以上、教育民生常任委員会の行政視察の報告といたします。